12球団助っ人本塁打数が1球団だけおかしい件、こちらです。ソフ、一本、アストゥデイヨイチ、グロ、ソフトバンクって4人も外国人野手を追って一本ってすごくね。外人に使ってるお金はソフトバンクが1位、順位には関係ないんやな。ソフトバンクは外国人取るの下手になったな。他球団のを強奪するしかまともなの取れないやろ。アキーノの一本腹立つ。ビシエドの凋落は悲しいが年数長いし仕方ない。アルモンテカリステは鼻から期待してない。アキーノお前や。アリエルの代わりにアキーノ取ってきました。これノイジーもう400打席立ってるのに5本なのマジで草。ポランコ用やってて草。25本打てれば当たり扱いの世界か。日本のピッチャーが良くなったから3アンペアくらいで活躍した野手が来てもそんなに打てない。スケットヤスとかもう取らなくてよくね。大砲いないなら枠の無駄。カブレラローズバレンティンウッズの再来はもう無理です。仮にカブレラ級がいても今の日本国だとどれくらいの成績残すかな。多分2割5分20本くらいだと思いますけど、日本国を舐めないでいただきたい。日本の投手ってレベル上がってるんだな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。